それでは学術論文の検索方法について説明したいと思います。ここでは国が運営している J ステージというサイトから探してひたすら論文を読むにはというところで理工系学生向けに紹介をしていきます。 J ステージというのは科学技術振興機構 JST が運営する電子ジャーナルプラットフォームで、日本で投稿されている論文はかなりの数がこちらのサイトに掲載されています。では具体的に検索をしてみます。ここで記事の数が504万記事で、そのうちフリーで落とせるものが470万記事というふうになっています。かなりの数ということがわかるかと思います。ここで、私の論文を少し検索してみたいと思います。例えば名前を入れて検索すると、このようにいろんな文献が出てきます。ここにジャーナルと書かれているのが論文誌であり、フリーと書かれているのが PDF をフリーでダウンロードできるという意味合いになっています。そしていろんな種類のものが、あります。例えば会議録用紙集というものもあります。そしてこのような形では情報がいろいろありますので、例えば、解説誌、一般情報誌というのを選択してやるとこのようになります。こちらは解説記事が、このように検索できることがわかります。そして次にジャーナルを検索してみます。ジャーナルを検索すると、ちょっとこれは違うんですが、それ以外は、論文、学術論文が出てきます。そうですね、多分この編集語記と書かれているものは、編集員になってた時の、関係で名前が載っているのだと思います。あとこれは、論文の査読をした時の、氏名が載っているものかと思います。それ以外はおおよそ論文が載っています。例えばこのような形で、勉強したい項目を選択してやった上で、例えば解説誌を選んでやると。でそのような形で読みたい内容のものを選択するという、そういう使い方ができます。でさらにこの、並べ替えを行うことができて、そのな並べ替えで発行の新着順とか、逆に発行日が古いものから選択すると、そういう調べ方もできます。以上が J ステージを用いた論文の検索方法になります。ご視聴ありがとうございました。